どうも、わきです。今日はですね、亀池山王にやってきてるんですけども、まあ、場所的には赤坂になるんですけど、ここ赤坂に新しい商業オフィスビルが、立ち上がったんですよ。今僕が来てるのは赤坂インターシティの、エアーという建物にやってきました。まあ、もう一個エアーがつかない赤坂インターシティという建物もあるんですけれども、なんか2つあるみたいですね。で、今日はこのインターシティエアーに1週間ぐらい前にオープンしたカリフォルニアタイ料理店をご紹介したいなと思いまして、タイ料理なんで僕のもう一個のチャンネルのワッキータイランド、そっちでご紹介したいなと思ったんですが、やはりここの赤坂インターシティ自体がもうまだできたばかりで、お店もさっき見たんですけども、めちゃくちゃ雰囲気いいんですよ。で、料理も日本人好みで、シェフがタイ人じゃなくて日本人の方が作ってるみたいなので、まあ、今回はメインのワッキー TV の方でご紹介したいと思います。お店はこちらでございます。ではカフェカリフォルニアタイ銀カオさんでございます。お店の外観は今こんな感じなんですけど、他にもいろんな飲食店が入ってまして、有名な飲食店がずらっと入ってまして、ここの地下1階のリンカオカフェカリフォルニアタイということで、日本人が作ってる異国の料理がいただけますんで、こちらのリンカオさんの料理を食べていきたいと思います。いきます。店内入ってきたんですけど、かなりこれね雰囲気いいんですよ。で、外にテラス席っぽいのがあるんですけど、で、目の前が地下鉄の駅の連絡口になってるんで、まあ、人通りはあるんですけれども、で、あちらを見ると先ほど僕が撮ってた階段の滝が見えるといった感じです。こういう空間でタイ料理いただけるっていうのはあんまないですね。初めてかもしれないです。で、いろいろメニューもあるんですけど、おしゃれな本当アジアンレストランみたいな、そんな感じですかね。ノンアルのカクテルがいろいろあるんで、これはなんかタイというよりかは、なんだろうな、ちょっとハワイっぽいかもしれないですね。このタイティー、タイの紅茶なんですけど、タイティーとブラックパール、これブラックパールってタピオカだと思うんですけど、まあ多分定番なのかな、これにちょっとしようかなと思います。いただきます。まずはドリンクだけで、紅茶なんですけどちょっとココアっぽい感じもするっていうか、でタピオカもちょっと、タピオカもちもち、すごいな。タイ現地でこういう味わいは多分ないかもしれないですね。やっぱ日本人好みというか、これは美味しい。ソースが全部で 1,2,3,4,5,6,7 種類で、料理にはおソースついてるんですけど、これ全部無料で、このソースがいいって言えば出してくれるそうですね。
これ全種類出してもらってもいいんですかって聞いたら OK みたいです。まあいろんな味をねこう試してみるのもいいんじゃないでしょうか。であとね、やっぱりここはあの赤坂のインターシティできたばっかりということもあるし、お店もできたばっかりなのかわかんないんですけど、 Wi-Fi めっちゃ強いですね。ガンガン入りますよ Wi-Fi が。料理も店内もインスタ映えすると思うんで、もうすぐ撮って Wi-Fi つなげてインスタですよ。はい、そしたらね、1品目やってきました。ポピャトーという海鮮揚げ春巻きでございます。梅のソースがついてるんですけど、僕はね、ちょっと梅のソースは好きなんですけど、好き嫌いこれ分かれるので、これをちょっとトレードしてスイートチリソース今ね持ってきてもらってます。これね美味しいんですよ、スイートチリソースをしていただきます。あ、うまい。皮パリパリで中のこのすり身がプリプリしてて美味しいですね。これスイートチリソースが合いますね。梅のソースも好きなんですけど、こっちの方が揚げ物は好きですね。うん、まあ、これはまあタイ料理の定番で、まあ、お酒のつまみなんですけどね、2品目なんですけど、これもねタイ料理の定番でございまして、パッタイでございますね。タイ式焼きそばでございます。タイ現地でも、まあ、屋台でもありますし、レストランにもあるんですけど、日本のタイレストランとかタイフェスティバルとかにも結構これ出てますね。で、僕タイ料理の中で大好きな料理がこのパッタイなんですよ。卵とニラと、あともやしと玉ねぎと、あと麺がねもちもちしてるうまいですよね。で、大ぶりのエビが散りばめられてまして、うまい、少しだけ甘みがある感じなんですけどね。玉ねぎももやしもシャキシャキしてて、クラッシュピーナッツもあるんで、これも一緒に混ぜて食べると美味しいですよね。うん、うまい。でもエビがもう大食いで、これも、うん、これだけでももちろん美味しいんですけど、このねラムチムジャオというナンプラーベースのねタレをつけて、これかけるとまたね臭みが出てうまくなるんですよ。うん、味が一気にうまくなりました。でニラも卵もどっさり入ってるんで、これはなんかスタミナ効きそうですね。続きましてはね、タイ料理で一番好きな、僕1位が2つあるんですけど、さっきのパッタイとこのねフーパッポンカリーなんですよ。カニの卵とじカレーみたいな、めちゃくちゃうまくて、まあ、ご飯好きな方はこれと一緒に、ジャスミンライスですかを頼んで食べてみるのがいいと思います。ソフトシェルクラブ、これはもう甲羅がついてないんでそのまま食べれますんで、そしたらカニをガブッといっちゃいます。うん、うまっ、これはうまいね。カニの身がプリプリで甘みがあってうまいですね。ちょっとカリッとしてて、カニの旨みが染み込んだ溶き卵のカレーでございます。普通のピーマンと赤ピーマンもありますね。うん、あ、うまい。ちょっとピリッとしますね。これはもうご飯が食べたくなったんですよね。まあちょこっとこれ残しておいて、カカオも頼んでるんで、まあ、それにご飯ついてきますから。パクチー嫌いな人って結構いると思うんですけど、パクチーはねめちゃくちゃ体に良くて、体の中の重金属を排出してくれる働きがあるということで、好き嫌いはかなり分かれるものなんですけど、僕はパクチー大好きなんで、ソフトシェルクラブと一緒に、うん、すごい合いますね、パクチーと。ガパオのご飯を拝借して、後でこれと一緒に食べたいと思います。ガイアーンですね。タイ式焼き鳥といいまして、まあ、鶏肉のグリル焼きなんですけど、完全にもう日本料理のなんかチキンステーキみたいな、そんな感じですね。で、ソースが、真緑のソースがあって、これがパクチーベースな、青唐辛子を使ったソースですね。で、もう一個が、さっきパッタイにかけたラムチムジャオ。ナンプラーベースのソース。ただこれもね、チキンにね、照り焼きのソースかかっちゃってるんで、まんまでもね、美味しいんじゃないかなと思うんですけど、やっぱこういった肉と合うのは、こちらです。シーハービールでございます。肉ですから。ま
あこれもビールでしょう。深みがあって飲みやすい美味しいビールです。ビールは会社用らしくてコップとか、まあ、家が出してくれるんですけど、まあ、このまま瓶で飲むっていう感じですね。うわこれやばいっすね。うん、これはうまい。うまいなこれ。米の周りとか油がすごくて、照り焼きソースが甘辛で、皮もうまいっすね。僕の中でダイエンというよりかは本当骨付きチキンステーキって感じですね。うん、おいしい。ガイアーンとシーハーはね、ちょっとね、やっとしいですね。頑張らないと。まあ、この辺オフィス街ですから、週末これでいいんじゃないですか。泡がすごいうまい。最後は、これはもう皆さん、日本人の方は知ってる方多いんじゃないでしょうか。ガパオライスでございます。豚肉のこのそぼろがね、また美味しいんですよね。ちなみにこれね、知らない方多いと思うんですけど、これがガパオっていう認識が日本人多いんですけど、実はちょっと手伝うのですいません、このね、葉っぱがあるんですよ。これがね、ガパオっていうんですよ。でこのガパオの葉が入ってるのが、ガパオですから。ブータッポカリーのルーがまだ余ってますので、ご飯をちょっとこっちに、ここに先ほどのブータッポカリーのルーをこれをかけると、うまっ。やっぱりブータッポカリーはね、ご飯やっぱ最高に抜群ですね。これ銀河王さんのブータッポカリー、さっきのガパもそうですけど、後から辛みが結構ガッくるんで、辛いもの好きの方は、まあ、美味しくいただけるんじゃないですかね。まあ、ちょっと激辛好きの方は問題ないかもしれませんけど。うん。いや、もうこれ、あっという間にご飯がなくなる。うん。最後、締めのデザートなんですけど、ココナッツアイスとブラックパール。またこうタピオカが入ってるんですけど、ココナッツアイスとココナッツミルクも入ってますね。ミルクは癒されますね。アイスもとろけてクリーミーでめちゃくちゃうまいです。でこのアイスの上にココナッツの実がこうついてるんですかね。うん、でこれアイスの中にもココナッツの実が入ってますね。すごい食感がブラックパールタピオカももちもち贅沢で上品なアイスですね。さあということで、赤坂はため池参道にあります、オープンしたばかりの銀河王さんでいろいろ料理いただきましたけれども、とにかくここはもう新しくできた商業ビルですから、雰囲気がいいというか店内もおしゃれですし、一応まあジャンルはタイ料理ということになってましたけれども、僕が食べた感想としてはタイ料理が初めての方とか食べたことない人はここのお店いいと思います。日本人好みの味付けだし、香辛料とかも全然きつくないんで、日本人の口に合った、まあ、アジアン料理、タイ料理が雰囲気のいいロケーションで、味わえると、まあ、そういった感じでしょうかね。まあ、僕が一番おすすめなのはプーパッポンカリーに、ご飯と一緒に食べる、まあ、これが僕の中でおすすめですんで、ぜひ赤坂インターシティ、それと赤坂インターシティエアーですか、こちらのビルに来た際は銀河王さんで食べに来てみてはいかがでしょうか。以上、おっきいでしょう。